2038年に世界は終わる。この説を考えたやつはなかなか見どころがあるな。ケネディ暗殺の真相を記したウォーレン報告書っていう極秘文書を知ってるか？アメリカ政府はその文書を2039年に公表すると発表した。1963年に起きた事件の真相をどうして2039年に公表する必要がある？法律？そんなもんはでっち上げだ。連中は2038年に世界が終わると知ってるのさ。ヒトラーもこう言ってる。2039年1月に今の意味での人類はもういないってな。おいおい、陰謀論の一言で一周するのは感心しねえな。こういう類の話には真実が紛れ込んでる。たとえそれが砂漠の中の砂の一粒だったとしても見逃しちゃいけねえ。2038年に本当に世界が終わっちまうとしたら、お前さんならどうする？科学アドベンチャーシリーズ最新作、アノニマスコード。神をハッキングするまであと5日。